どうも皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました防衛大臣を務めてます中谷源でございます。今日は明治大学に呼んでいただきましたけれども、私の父も昭和5年生まれでありますけれども明治大学出身でございまして。まあ今日伊藤先生もですね、健一先生も私まだ1年生議員の時から非常に国際的な政治の話、国際関係論なども話を聞かせていただいておりまして、今日はこの会場にはそれぞれのご専門の皆さんが多数おられるということで、非常に緊張しながらまた勉強もさせていただきながらお話をさせていただきたいと思います。で、私の名前は中谷源ということで、英語で言いますと源中谷ですが、どこの国へ行ってもですね、ジェネラル中谷というふうに防衛大臣ですから言われておりますが、ジェネラルではなくてジェントルマンだと言い返しておりますけれども、日本はシビアンコントロールでですね、文民ではないと大臣に、防衛大臣にはなれないということでありますが。私の場合は陸上自衛隊に勤務をいたしておりまして、現場の自衛隊の経験もあるわけですけれども、今、衆議院議員で、自衛隊の経験があるのは2人しかおりません。で、2人ともくしくも同じ中谷ということで、もう1人は山梨県で立って、おりますが、私も高知県から立候補させていただいているわけでございます。で、今安全保障の仕事をさせていただいておりますけれども、つくづく感じますのは我が国をめぐる安全保障環境、非常に厳しくなってきているわけでありまして、皆さんもパワーバランスという言葉知ってると思いますが、これはもう国際関係論では常識でありまして、やはり力の均衡バランスによって平和と安全が保たれると。で、力の空白などがありますとですね、必ずそこに紛争が起こったり摩擦が起こったりしているわけでありますが、日本を取り巻く安全保障環境は今このバランスオブパワー、力関係が変化をしておりまして、これは日本だけじゃないんですね。世界中で例えばアメリカもトランプというですね、大統領候補者がもうアメリカは世界のいろんなことに手出しをすべきじゃないというような主張をしておりまして、非常に内向きになってきておりますし、またヨーロッパもかつての大英帝国、ではですね、EU から離脱をするというような国民投票でですね、これまた内向きになってきておりまして、世界の秩序どのような形で変化するのか、最近はウクライナもロシアが今度は拡張してますので、ウクライナも非常に一部ロシアになってしまったり、そういう現象の中で、このアジア、非常に2つの大きな変化があります。北朝鮮、これの核開発や、ミサイルの実験、これも累次繰り返しておりまして、非常に性能の向上したですね、ミサイル、核兵器、これを保有することによって、この朝鮮半島の力のバランス、これが変化をしております。で、もう一つは中国、非常に20年を超える軍事費の拡大によって、もう潜水艦も空母も戦闘機もですね、最新鋭のレベルを保有することになりまして、この力の背景とした現状の変化、これが今起こりつつあるわけでございます。で、北朝鮮と中国に共通をしたことはですね、2つあって、1つは先軍政治と、言いますけれども、軍が非常に政治よりも優越をしてですね、非常に大きな権限を持っているということ。もう1つは民主主義が働いてないんですね。国民の声や政治決定のプロセス、日本は選挙をしてですね、国民が1票を持つ、また政権に対してもこれはけしからんとかですね、非常に言論の自由もあれば表現の自由もあってですね、非常にこういう自由が保障された社会でありますが、中国の方は全くその政府の批判も相ならんと、またマスコミもですね、なかなかそういう意見も載せられないということで、しかし、そういう国であるということはしっかり認識をしてですね、我が国も対応しなければならないということでございます。で日曜日に参議院選挙がありました。で一つの、答えが出たんですね。今の安倍政権を、国民が選挙という形でですね、信任していただいたわけでありますが、確かに経済においても先手先手で、いろいろと対策をしております。で安全保障も先手先手で、対応しておりまして、一つはもうできて3年半になりますけれども、NSC、これは国家安全保障局というですね、組織を内閣の中枢に作ったんですね。でこれは一つは国の意思決定、判断、これを速やかにできるように、今までは外務省も防衛省も内閣府も警察もですね、それぞれの部署ごとに一生懸命やってましたけど、やはりそれを内閣で束ねるということによって、的確な判断をしていく、これ、いわゆる一つの危機管理なんですけれども、これ、実行いたしました。で次にやったことは、特定、秘密保護法案、これもですね、知る権利を失うとかいうことで批判はされましたけれども、この目的は、海外における日本人の命、また国の危機管理、これをしっかりするためにですね、海外の情報、これを入手するために必要な法律でありまして、やはり海外もいろんな情報があります。で各国も機密もあります。特にテロ、ゲリラの情報はですね、各国軍がもう一生懸命血眼になって世界中から集めて、自国の安全のために保有をしている情報でありまして、これ簡単に他国に教えてくれないんですね。よっぽど信頼関係がないと教えてくれません。でしかも教えてくれるときには漏れないでしょうねと、こういう情報を渡すけれどもしっかり守ってくれますということが条件なんです。ところが日本はこういった秘密を守る法律が政府としてなかったんです。ですからやはり海外からこういった情報を得るときにですね、これは漏れないですよという国の仕組みを作ってないとそういった情報は得られないわけでありますので、そういう意味では一つの危機管理必要なことであります。もう一つは昨年の夏の平和安全法制、これもそのあらゆる事態に経由のない対応ができるということで、いろんなケースを考えてですね、法律的に整備されてないようなことにおいて、整備をしたわけであります。例えば北朝鮮からミサイルが飛んできたときに、日本海に日本のイージス艦、またアメリカのイージス艦が並んだときに、これは日米安保条約においてですね、共同で対処するということでありますが、一つはガイドライン、日米の防衛協力の指針、これを改定をしまして、より緊密な日米同盟を実行できるように、これ、平時からですね、お互いに、同盟調整メカニズムということで、調整機構を作りました。またBPC というですね、実際の計画、こういうことも作って、いろんな事態に、備えることができたということが一つですが、もう一つは、お互いにですね、より密接に、この日米同盟を機能させていくと。で機能させていくということは、実際に訓練をして、自衛隊も米軍もですね、その事態に対応できるレベルにあるということ、そして、法律を作って、実際にそういう場合に対応できるような法律を作ってないと訓練もできないということで、平和安全法制、これが基礎になったわけでありますが、いろいろと憲法議論もありましたけれども、我々は今の現行憲法の中でですね、許される範囲で日米同盟がしっかりできるようにすると。でそのことによって抑止力、対処力、こういうことが向上をすると、いうことができるようになったわけでありますので、今の安倍内閣がですね、安全保障に対しても先手先手で、いろんな手立てをしてきたと。でそして、おとといの選挙でですね、国民の皆さんからある意味、この危機管理、安全保障に対しても、今の政権が評価をいただいたというのは、野党の主張がですね、平和安全法制反対、全廃、憲法違反ということでありましたが、もうしっかりこれ、結果を出していただいてですね、そうじゃなくて、やはりあらゆる事態にしっかり国民を守ることも必要でもありますし、この政府の法案もですね、この国民的な議論の中でですね、行われたものでありまして、そういう意味においては、私は非常にこの平和安全法制について、国民の審判もいただいたし、また政治の安定、政局の安定というのも国の安全保障の一つでありますので、そういう意味においてはしっかりと対応をしなければというふうに思っております。そこで今日はアジアの海がテーマになってきておりますが、今のところ政府のですね、この海洋安全保障に対する考え方は、今から3年前、平成25年の末に、国家安全保障戦略というものを発表しました。と同時に、防衛計画の大綱、これも新しく発表しまして、3つの考え方を示しております、海の安全保障については。1つは我が国の防衛政策として、我が国の防衛体制、自衛隊、これの体制をしっかりしましょうと。2つ目は日米同盟、これも抑止力と対処力、こういった米軍のプレゼンス、これを強化をしてですね、そこで安定した地域秩序を作り出すと、それで米側もリバランスというですね、アジア重視の考え方、これも支持をいたしましたし、ガイドライン、これも協議をしまして、こういった点で、強化をしていくということ、そして3つ目の柱は、アジア太平洋地域の各国との防衛協力関係、これを拡大、強化をしましょうと。いうことでありまして、フィリピン、ベトナム、オーストラリア、インド、また当然 ASEAN の国々、こういった国々と盛んに今防衛対話協力協議をしておりまして、特に、共同訓練ですね、陸海空における共同訓練、それから能力構築支援というですね、この各国の能力、これを向上させるためのですね、支援、そして、人道災害救援援助、こういったものを通じてですね、アジアの国々との信頼関係、協力関係、これによって地域の平和安定を確保しようと、いうことでございますが。これもやはり一国だけで努力してもそれは実現しないということで、各国の防衛のためにということでございます。そこで今日は注目のこのフィリピンの調停裁判が判決が下されるということでございますが、これは3年前にですね、フィリピンが提起をした裁判でありまして、10号の申し立てがあります。ではこの15というのは後ほど専門的にお話をされますけれども、フィリピンの管轄権、これに対する内容と、その他の申し立てということで、15のうち7つがですね取り上げられて判断が下るということでございまして、ご承知の南シナ海の南沙のですねそれぞれの珊瑚礁、これの埋め立てにつきまして、中国が占領することは許されないんじゃないかという申し立てでございます。でこれが判決が出ますとですね、もう新しい時代、状況になるんですね、国際的な評価が下されたと、じゃあ、その国際評価に従うのか、従わないのか、これは大事なことでありまして、やはりこの地域の平和と安定を図るためには、国際法、国際ルール、これに従わなければ秩序は保たれないということでございますので、これはしっかりですね、その判決に従っていただくように期待をしたいというふうに思っております。でこれのことについてはもう3年ぐらい前から日本政府は中国に対してですね、このような力の現状の変更、こういうことは認められませんということで主張してまいりました。特に毎年6月にシンガポール・シャングリラで行われます、そのアジア国防大臣会議、まあ、ここではアメリカの国防大臣であるカーター長官とか、また各国の国防大臣、私も日本代表で参加させていただいておりますが、まあ、いろんな議論をします。で、やはりこの南シナ海においてもはっきりとですね、主張しておりますが、今から3年前に安倍総理がこの会議に出まして、3つの大きな主張をされたわけでございます。で、安倍総理が主張をしたということはですね、まず国家が何事かを主張するときは法律に基づいてなすべしというのが第一で、第二はこの主張を通すためには力をや威圧、これを用いてはならないんだよということ、そして3つ目、紛争解決には平和的解決、これを徹底すべきという主張をしましたら、もう各国からですね、もう拍手喝采、その通りだということで、ASEAN の国々からですね、非常に大きな支持を得ましたし、先だったの石島サミットでも同じようなこの3原則、これはもう G7 ですから、そういった先進国からもですね、支持を得たということでございます。で、私も今年、去年、この会に出まして、この SDI という主張をしました。SDI というのはアメリカの宇宙構想ではなくて、シンガポールダイアログイニシアブということで、このシャングリラのですね、会合で、主張した3つは、1つは地域の海と空における共通のルールと法規の普及、2つ目は海と空の安全保障、そして3つ目は地域における災害対処能力の向上ということでございます。この3つの第1は、これは法律のことでありますので、国連の海洋法条約もそうですけれども、キューズとかですね、また東南アジアと中国が話し合いをしたですね、ルール、こういうことを早く実行してくださいと、国際的なルールを実行しましょうというのが第一の訴えで、2つ目の訴えは海と空の安全保障と、いうことで、ありまして、これはキャパシティビルディングという能力構築支援とか共同訓練とか、また話し合いによるですね、このパイプを太めていくと、いうようなことが2つ目の柱でありまして、特にベトナム、ミャンマーに対しては潜水、医学の分野の支援、また海上自衛隊の護衛艦もですね、ADMM+、これの枠組みで開催された海洋安全保障実動訓練、こういうのにも参加をしまして、できるだけ共に考え、行動していくということで、各国の安全保障の能力、これを上げていこうということです。それから3つ目は、これ、災害に特化をいたしました。この災害というのは各国ですね、本当に協力できる分野でありまして、現にインドネシアで大津波が発生しまして、アチェというところに各国が災害支援に行きましたけれども、それまではアチェというとインドネシアから分離独立をするというような運動が非常に盛んだったんですけれども、この災害を受けて各国がそこに支援をしますとですね、こういった分離独立運動がなくなってしまいまして、それ以来インドネシアは非常に安定をしたと、いうような例等もありますけれども、こういった災害を通じて軍の新たな役割、こういうことを実現をしていけばいいんじゃないかということでございます。そういうことで、我が国としてはですね、この南シナ海の平和と安定のために主張をしていっておりますけれども、今日の結果を受けまして、今後どのような対応をしていくのかと。いうことでございますので、引き続き日本としましては、こういった原理原則を大切にしながらですね、国際社会の中でいろんな国々と連携をいたしまして、この海洋の平和安定秩序を守っていくということでございます。まあ我が国としてじゃあ南シナ海、東シナ海一体どう対応するかと、いうことでありますが、まず南シナ海におきましては自衛隊におきましてもですね、この航行の自由、シーレーンの確保ということは非常に大事なことでありまして、国際社会と連携をしていくと、いうことで、あります。でこれは我が国の能力の問題等もありますが、現在のところですね、常時警戒監視、などは行っておりませんし、具体的な計画もございません。でこういった将来ですね、南シナ海情勢がどうなっていくのか、しっかり見ながらですね、対応していきたいと思っております。でこれと連動しますのが東シナ海でありまして、これは我が国の固有の領土であります尖閣列島、最近非常に接続水域や上空に対して船や飛行機が接近するような事案も増えてきてまいっておりますが、しっかりと我が国の領海、領土、領空、これを断固として守っていくためにですね、各種事態の抑止とか対処、これの体制を強化すると同時にですね、先ほども申しましたけれども、日米同盟、こういったことを強化しつつですね、全面的に協力していきたいということでございます。ざっとですね、この海洋につきましての考え方を、お話をさせていただきましたけれども、非常に大事な、新しい時代にしっかり対応しなければならない、まさに我が国の防衛安全保障にとりましても、海洋安全保障の分野、非常に大事なテーマでございますので、しっかりと基本原則であります、開かれた自由で平和な海を守るために国際社会と連携をすると、そのためにはどうしたらいいかということにつきましては、今日シンポジウムでですね、皆様方の真摯なご意見、また研究の成果なども聞かせていただいて、政府としてもしっかり対応してまいりたいというふうに思います。いずれにしましても安倍内閣としましても、国家の国民の命と生命をしっかり守っていける国家になるように、さらに、邁進してまいりたいと思いますので、今後どうぞよろしくご指導ご鞭撻を申し上げまして、冒頭でのご挨拶とさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございます。